明日からインドネシアに出発するその直前にですね、この関西空港に宿泊しているわけなんですけども、ちょっと気になるニュースがありました。それはですね、令和新選組に、国から参議院の方にね、参加される船越康彦さんと木村秀子さんですかね、このお二人なんですけども、私がね、この二人のどちらかに投票したってことではないんですけども、参議院として多くの国民の支持を受けて、国民の代表として、国会に参加するわけですよね。でも今問題が起きてるのは、この全時間介護が必要なこのお二人の方が参議院に、登院することができないというふうなね、問題が起きてるわけなんですよ。問題が起きているというよりも、今まで誰もそれに対して気がつかなかったと言いますかね、気がついても何かの施策を打ってなかったってことがここで浮き彫りになったのかなと思います。ここで私がね、言いたいのは、このお二人の方に特別待遇をしろってことではなくて、全ての成人男性、成人女性が国会にね、登院する権利がある、特に参議院議員として、国民の代表として、多くの方の代表としてね、弁説をしていただく、そこでいろんなことを取り組んでいただくってことなんですけども、このままだと国民が選んだ方がここでね、自由な議論に参加できないということになってしまうんですよ。考えてみれば、あらゆるところで全ての人がその環境で何かものを考えたりとかね、行動したりとか楽しんだりするってものがまだまだ整備されてないかなと思います。観光地ですとか、いろんな店舗ですとか、バリアフリーじゃないところっていうのはまだまだあると思います。でもそれはいろんな事情があると思います。民間のお金の問題ですとか、環境の問題とか、なかなか難しいところあると思いますけども、全ての出発点たる登院する場所っていうんですかね、そこに関してはバリアフリーを整備したりとか、介助者っていうのをね、常時置くことによって、今回船越さんですとか木村さんみたいな方が国会の場に自由に、活発に仲介できるような環境を整える、そういうふうなね、必要はあるんではないかなと思いますね。例えば足の悪い方が登院する環境は整ってると思うんですよ。で、おトイレの問題ですとか、休憩時間の場所ですとかね、それから車椅子が通れるようなスペースっていうのは多分確保されてると思います。確保されてると思うんですけども、今回実際、当選された方が参議院議員としての活動が、参議院議員として活動する場所においてできないということは、この環境の整備をする必要に迫られてきたのかなと思います。で、いろいろと私も今日ね、申し上げましたけども、これは未来の縮図だと思うんですよ。未来を先取りすることだと思います。どういうことかっていうと、私たちはどん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 平均年齢は上がってくるんですよね。で、このそのうちですね、私たちは70代とか80代になって、体の一部もしくは全部が動かなくなってくるっていう機会があるかもしれないですよ。機会って言ったら変な言い方ですけども、そういう時期が来るかもしれないんですよ。でも思考力は衰えていないし、多くの人と関わっていったり、いろんな政策に、発言したりとかする権利は奪われないわけですよね。その時に、私たちが、あなたは体が動かないから来ないでくださいと、あなたがいるべき整備ができてないから国会に参加しないでくださいっていうことが、これ果たしてね、一人一人の権利として剥奪されていいものかなって考えた時に、それを我々のこれから行く未来を、このお二人の参議院議員の方は、まさに、示してくださってるのかなと、先頭に立ってくださってるのかなと思いまして、結構ね、私インドネシアに向かう直前に深くね、考えるところがありましたね。そうなんですよ。私もそうですし、多くの方もそうです。これから、どこか体が動かなくなったり、もしかしたらほとんどのこの肉体がね、働かなくなってくるかもしれないと。年齢の問題もあるし、何かの事故によるものかもしれませんし、原因不明の病気かもしれませんし、そうなる可能性があるわけですよ。そうなった時に、なるべく一つでも多くの制限される要件ってのはない方がいいわけですよね。で、国会もそうなんですけども、その参議院にしても衆議院にしても、その国会っていう場所がですね、仮に、車椅子だったり全時間介護が必要な方であっても、きちんと参議院なり衆議院としての活動ができるように整備しておくことってのは、これから
国会で、一生懸命ね、たくさんの重要な議案を、こうやって検討する場所においてですね、必要なことなんじゃないかなと思うんですよね。このお二人に特別扱いをしろってことはないんですよ。こういった形で、多くの方が参議院衆議院にこれからどんどん入ってくる可能性があるってことなんですよね。今までは70代80代の国会議員の方でも、十分体が動く方だけがもしかしたらこういう場所にいていろんなことを決めてたのかもしれません。でもこれから私たちは体の一部または全部が動かなくなる状況でも明確な意識を持っていろんな未来を選択する機会にね、恵まれるかもしれないですよ。その時にせっかく重要な考えがある、重要な議案がある、でしかも国民から選ばれた、でも国民から選ばれたのにその人が討議する場所に行けないっていう問題が起きたら、やっぱりね、多くの国民の数百万人という票を集めてやっぱり当選するわけですからね。そういった方の国民の意思が反映されてない場所ができてしまうってことなんではないかなと思うわけですよね。深夜にいろいろと話しました。ちょっと表現の難しいところがあってたどたどしい今日ねトークになってしまったと思うんですけども、思いが伝わっていただければ幸いでございます。それでは明日から行ってきますんでよろしくお願いします。失礼します。